一緒に。読んでいましたよ。これも読んでいたかい。座標を設定。何リーザーこの程度。残念、ダメ押しだよ。俺は貴様が許せねえ。待て、お前をフリーダ軍の最高幹部にしてやる。俺と共に。これで全てを変える。これで最後だ。下等生物どもめ。ようやく解除できたが、フィールの奴、次会った時はきっちり灸を据えてやらねば。ともかく、まずは新たに戦力が必要だ。この私の完璧な手駒となる戦士。そうだ、奴であれば。我ながら名案だな。奴なら必ず暗黒魔界の復活に協力するだろう。やあ、今日もお仕事真面目だね。僕はたまたまこの辺を散歩。なんて、嘘。ばっちり君を待ち伏せしてたよ。先目行っちゃう前に、ちょっと話したいんだけど、いいかな？いいよね？なんだ、釣れないな。もうちょっと乗ってくれてもいいんじゃない？聞いてくれなくても勝手に話すんだけどね。実は今日は君に頼みたいことがあってきたんだ。突然なんだけど、僕と一緒に時の裂け目を閉じてもらえないかな。僕ってそんなに信用ない？今回は違うよ。前回のことを考えれば疑うのは妥当だろうけどね。実は今回の時の裂け目は僕のおじさんダーブラが作ったものなんだ。石化が溶けちゃったみたいだね。ほっといてもよかったんだけど。おじさんが作った時の裂け目、僕の研究の邪魔なんだよね。改変のやり方っていうか、方向性も僕とは趣味が合わなくてさ。本当なら、僕一人ででもさっさとどうにかしたいんだけど。前回派手にやったとこだから、あいにくそこまでのエネルギーは残ってないし。つまり今回、僕たちの目的は一緒。君の上司よりは君の方が結構柔軟でしょ？だから、ここは一つ共闘しようよ。今までのことは一旦忘れてさ。ついでに君のデータを取らせてくれると嬉しいかな。
ぜ俺と似た気を持ってやがる。ほう、それだけか。忘れたとは言わせんぞ、サイヤ人の王子。なんだと。この木、さてはツクル人か。お前の体でお前と戦うとは、なんとも奇妙な事態だが、ベジータの二人も必要はない。さあ覚悟しろ。よいしょっと。それじゃあベジータ君、よろしくね。誰だ、上演なのか。何者なんだ。スーパーボビーはツフル人たちの作ったボビーがベジータ君の体を乗っ取ってる姿だから、つまり同一人物が戦ってることになるのかな。ややこしいな。何をブツブツと。ずいぶん余裕だな。ほっと、おしゃべりする場合じゃなかったね。とはいえ3対2だから君なら楽勝かな。さっさとやっつけよう。そんなものか。こさくな。あれを逃げちゃった。早くベビーを倒して追いかけないとね。押され気味だな。所詮はこの程度か。ネオマシンミュータントとやらも。ふざくなよ。こんなこともあろうかとお前と取引したのだ。さあドブラ、今こそ俺に暗黒魔界の力をよこせ。エネルギーの浪費は避けたがったが仕方あるまい。せいぜいこの力に耐えてみせろベビー。ブギャブギャ。おじさんもなかなかやるね。このままだとこっちが不利だな。そろそろ助っ人が必要かもね。よーし、えい。カカロット、戻ってきたのか。うわっ、いた。うわな、何が起きてんだ。ごめんごめん、ドラゴンボール探しの宇宙船から君だけ連れてきちゃったんだよね。いやー、すんげーことするなおめえ。ごたくはいい、ともかく手を貸せカカロット。ああ、あいつが悪さしてんだな。よーし、行っちゃやっか。この俺に勝てると思うなよ、サイヤ人どもめ。宇宙船の方じゃ、オラがいきなり消えちまったから。パンもトランクスもギルも今頃困ってたのな。あいつらならどうとでも乗り切れるだろう。地球に戻ってくれば分かることだ。目先の戦いに集中しろカカロット。それもそうだな、あいつらが帰ってくるまで片付けようぜベジータ。
サイヤ人の分際で大猿はさすがにタフだな。よし、こうなったら悟空くん、これを使って。君ならきっと極悪化せずにパワーアップ。俺をセール人を投げるな。油断したな悟空。このまま握りつぶしてくれる。ちょっとまずいな、どうしようか。そうだ、誰かを結晶で強化すれば。でも誰にすればいいだろう。君は誰を頼ればいいと思う？そうだね、悟空くんに結晶を使おう。まさか暴走？この木暴走か。今の悟空くんが大猿になったら、さすがに僕たちでも手がつけられないな。なるほどな、面白い。ちょっと何するつもり？今木を渡したりなんかしたら。いいか、俺たちはサイヤ人だ。限界を超えてこそのな。おいカカロット、こんなところでくたばるつもりか。そんなものではないはずだ。俺が知るお前は地球育ちのサイヤ人孫悟空はな。いい加減に目を覚ましやがれ。遅いぞカカロット。力がみなぎってくる。悪いなベジータ、助けられちまった。手間をかけさせやがって。さっさと片付けるぞ。お今度はこっちの番だぞベイビー。あの姿、サイヤ人が持つ大山の力をさらに引き出したということか。上等だ、奴にできて俺にできないことはあるまい。必ず追い抜いてみせるぞカカロット。サイヤ人ごときに。とどめだ悟空、とっとと腐りやがれ。今の俺ならおめえになんか負けやしねえぞベビー。おめえにもう勝ち目はねえ。この俺の手で消滅させてやる。行くぞ！受け！バカだ！何？孫悟空！君は誰を頼ればいいと思う？そうだね、ベジータ君に頼もう。そいつをよこせ。この俺がナンバー2に甘んじると思うなよ。
鍛錬を重ね、限界を極め続けてきたのは俺も同じだ。こいつは俺がやる。こいつを超えて、貴様も超えるぞ、カカロット。あの決勝、バビディの魔術を思い出すのは、俺一人の力でなかったことは腹立たしいが、悪くない気分だぜ。下がれカカロット、こいつは俺がやる。ベジータ、ありがとな。せいぜいそこで休んでいろ。覚悟しろベビー、ここからが本番だ。あの姿、とんでもねえパワーだ。見てだけでワクワクしてくっぞ。くそー、俺も叩けて。バカ、この俺を誰だと思って嫌だ。スフル人ごときがサイヤ人の力を使いこなせると思うなよ。本物の力を見せてやる。ファイナルシャインアタック。ベジータ。お疲れ様、いい戦いぶりだったよ。おかげで興味深いデータが取れ、じゃあなかった。あのベビーがもともといた裂け目はこっちで何とかしておくよ。吸収されてた方のベジータ君も返さないといけないし、ついでにエネルギーも欲しいからさ。それにしてもベビーを倒せたのは良かったけど、おじさんには逃げられちゃったな。行き先はまだつかめてないから、何か分かったらまた声をかけさせてもらうよ。君にはもうちょっとだけ付き合ってもらうからよろしくね。
この前はどうもありがとう。おかげでいろいろ助かったよ。それで、おじさんの件の続報なんだけど。ん？誰か来るみたいだね。ああ、今の僕は君にしか見えてないから気にしなくていいよ。え？どうやって消えてるのかって？魔法かな？なんてね。大変よ！また歴史の改変が発生したわ。歴史の改変ですか？時の裂け目ではなく？ええ。しかも、そこ以外にも細かい改変が発生していて。そっちはトランクスのパートナーが対応してくれてるわ。おっと、君が借り出されちゃうと厄介だな。悪いけど、先に借りるよ。ついてきて。だから、あなたたちに調査してもらう。あ、ちょっと、どこに行くつもり？カカロット、俺が何とか少しでも時間を稼ぐ。あとは貴様が地球のバカどもを説得しろ。時間を稼ぐったって。ダーブラー、ブーに食われたはずじゃ。シャー、舐めやがって。シャッ、いい、いっと。ベジータ君、協力するよ。触るな。クソ。ふんふん。誰だ。味方なんか。悪い、力貸してくれ。このままじゃ地球が滅ぶっちまうぞ。大丈夫、最初からそのつもりだよ。僕たちに任せて。なんてタイムパトローラーなら言うのかな。そういうのも面白いよね。どこから来やがった。話がうますぎる。そこをどけ、俺が。細かいことは気にしない。そこで休んでなよ。ベジータ君には前にもお世話になったことだしね。どこかで会ったか。そういえばおじさん、どうしてこの歴史を選んだの。魔人ブーは私が知る限り単独で最も優れた戦士だ。従順な手駒とできるなら、それに越したことはあるまい。なるほど、確かに強いもんね。本来ならおじさんのこともあっさり食べちゃってたわけだし。無駄口を叩くとは随分余裕があるようだな。おっと、おっかないな。集中集中。結構手強いな。助っ人が欲しいところだけど、エネルギーにあんまり余裕がないし。あ、そうだ、そういえばこの前。よしよし、いけそうだ。さあ頼んだよ。えい、危ないところだったな。誰だおめえ。なんだ、知らねえのかよ。まあいい、名乗ってやるぜ。俺の名はディスポ。第19中の平和を守るプライドトルーパーズ最速の戦士だ。で
どこだよ、ここ。大会はどうなってんだ？あの力の大会って別の裂け目だし、もう終わっちゃってることになるのかな。君と成り代わらせてもらったおかげでいい実験ができたからさ、感謝してるよ。さーて、混乱してるとは思うけど、今回も助けてもらっていいかな。よろしく頼むよ。プライドトルーパーズは正義の味方でしょ。ぐぬぬ、なんだか気に食わない口ぶりだが、そう言われちゃ引き下がれねえな。この邪悪な木、あのピンク色したちっこいのが悪党だな。よし、超速の戦士の力見せてやるぜ。元気玉が完成すっと。やったー、なんとかなりそうだね。あとは悟空くんが元気玉を命中させさえすれば。おじさんがもう一人。死ね、孫悟空。せっかくの元気玉が。良い働きだったぞ、もう一人の私よ。当然だろ、この私なのだからな。これであの孫悟空も一巻の終わりだ。孫悟空の死、一体どれだけの改変エネルギーが得られるだろうな。お前も欲していたものだろう、ヒュー。勝ち誇るには早いと思うよ。な、あれ、なぜ無事なんだ。違う、あれは別の時代の。急に呼び出しちゃってごめんね。ちょっと遅れたせいで元気玉の爆発に巻き込んじゃったのは申し訳ないけど、そのおかげでもっともっと面白いことになりそうだ。木が流れ込んでくる。この感じ、あの時の。おりゃ、君ってやっぱりすごいや。ここからが本番ってやつかな。さーて、本来の悟空くんは一旦避難しておいてもらおうっと。これをこうして、よいしょ。は、話が違うではないか。付き合っておれん、私はここで降りるぞ。なんだと、逃げる気か。私のくせに、この時代の私であれば決して裏切らんと思ったからこそだな。へえ、自分にまで裏切られちゃったの。うるさい、この野郎を逃がさねえぞ。ここは俺が追うぜ。そこのお前も手伝え。おい待て、引っ張るな。おお、あっち
ちは任せて大丈夫そうだね。僕たちはこっちのおじさんと魔人ブーを何とかしよう。くそ、ヒュン、お前というやつは孫悟空の死で一体どれだけの改変エネルギーを得られたと思っているんだ。お前とてその目的は同じだろう。分かってないな。何度も言ってるけど、おじさんのやり方は僕には合わないんだってば。だってもったいないでしょ。何だと？戦いの中で強くなるサイヤ人、可能性の塊だと思わない？おじさんと違って僕の目的は研究なんだよ。可能性の追求って言い換えてもいいかな。だからおじさんみたいなやり方は却下。そんなのよりも今みたいな展開の方がもっとずっとワクワクするからね。この大バカ者めが。無事に解決できたね。そろそろ帰る時間かな。今は全部忘れてもらうよ。でもまた未来で会おうね。おめえはよくやったよ。こっちがちょっとずるくなっちまったかな。でも今回はお互い様だろ。次は必ず奥の手なしの真剣勝負だ。また出会えるの待ってぞ、ブー。そちらも終わったようだな、カカロット。お、あ、あれ、ベジータ。オラ、どうやって魔人ブー倒したんだっけ？何を寝ぼけたことを、あの妙な連中が。何だったんだ、一体。いや、なんかすんげえやつが、ここにいた感じは残ってる。夢じゃねえ。よーし、ほらもすぐに追いついてやっかんな。おめえ、はあ、なんか様子が変だと思ったら、こっちにも一言くらい伝えておいてよね。ヒュー、相変わらず読めない相手ですね。そうね。でも今回は一応助けられたことになるのかしら。まあ、フューの側にそういう意図はなかったでしょうけど。何にせよ、気は緩めないようにしておかないとダメね。どうにかして普段から協力したりだとかは。
難しいかな、やっぱり。ちょっと、また来てたとか言わないでしょうね。だったらちゃんと教えなさいよ。